じめちゃん、こっち。屋敷の中の状況は？ねえ、勤皇派の志士たちは酒飲んでどんちゃん騒ぎや。これから踏み込まれんのも知らんとアホな連中や。人数は？なもん、どうでもええろ。何部おってもわしらは押し込んで全員切りまくるだけや。新選組に入った甲斐があってね。はじめちゃんも遠慮せんと好きなだけ蹴りや。あんたが新選組にいるのはいくらでも人が切れるからってわけか。他に何があるっちゅね。さあな。くぅ、もうたまらんようになってきた。そろそろ行くで。準備はええな。いつでも行ける。よっしゃ、行くで。毎度おきに。ご存知新選組やで。今からぶっ殺しに行くで、お前ら。Ha!
奴には褒美やるで。
先生。しちまったぜ。
お前が戦国虎ノ城だな。待ってくれ、切らんでくれや。丸腰の相手を切りはしねえ。だが、屯所まで来てもらう。観念してくれや。いらん小芝居はもうええで、戦国は。なんや、遅いやないか、起きた。どういうことだ。さーて、どういうことやと思う。戦国藩はな、今回の作戦の協力者やったっちゅうわけや。なんだと。そういうこっちゃ。わしはあんたらが今晩乗り込んでくるっちゅうことを知らされとったんや。せやから金の葉の連中かき集めて散々プラ酒飲ましといたんやで。おかげでだいぶ楽に切れたやろ。感謝しいや。はなっからそういうからくりだったってわけか。起きた、なぜ俺に黙ってた。さあな、新選組の皆さんはお仲間同士信用せんさかい。ほれ、例の芹沢鴨もそや。身内に粛清されたんやったやろ。噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、街中で大砲ぶっぱなすわ。えらい無茶する人やったらしいけどな。戦国藩、町の噂当てならんで。それもせや、沖田藩が美少年や言うて騒いとったくらいやからな。ああ、そしたらわしが美少年ちゃうゆんか。なんや、冗談やて。それより沖田藩、約束の件、幕府への口利き忘れんとたらまぜ。てめえはそんなもんのために金の獅子たちをはめたのか。ちょっとちゃうな、惜しいな。わしがはめたのは獅子たちだけとちゃうで。あんたもや、斎藤はじめ藩。何？なあ、沖田藩、そろそろわしにも教えてくれてもええやろ。なんでわしはこいつをここまでおびき出さなあかんかったんや。ベラベラようしゃべるやつやな、ほんま。お、起きたはん？はあ？起きた。ええ加減だ。くりゃ！なんでや！起きた。お前。聞いたことないか、カモを語るべからず。新選組の暗黙の掟や。せやからつい切ってもうた。さーて、戦国藩の最後の質問、その答えはじめちゃんには教えたろが、なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんかったか。戦国が俺をおびき出した理由。それはこういうことや。
何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。土佐勤王党筆頭坂本龍馬ちゃん。いや、調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。はじめちゃんは覆面の男って今日まで来たんやろ。なんであんたがそれを。わしがその覆面の男やからや。どうや、あの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋、あいつを切った感触今でも覚えとるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。さあ、1年前からどんくらい強くなったか見せてくれや、はじめちゃん。いや、リョーマちゃんや。Ha ha ha!
強なったの、はじめちゃん。とどめさせや。はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。なんで引っ込めるんや。あんたじゃない。おやっさんを殺したのはあんたじゃない。わしが覆面の男とちゃうんいうんか。ああ、奴の剣が純粋な天然理心流だとすれば、あんたのはそこに我流の小立ち術を取り入れたものだ。そうじゃねえか。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。だが起きた、なんで自分が覆面の男だなんて嘘。そら本物のお前と戦うためや。どうやった、久しぶりに坂本龍馬として振った剣の味は。ほんまの名前隠して生きるいうことは、それまでの自分をなかったことにするいうことや。坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。せやからはじめちゃんはわしと似た者同士なんや。似た者同士。何でもあらへん。せやけどええもんやったやろ、坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そうだったかもしれねえな。感謝しや。だがあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思ってな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。いい趣味だな。心配せんで、はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりへ。どないした。いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。なら一体誰が。残るは土方、井上、東堂、そのうちの誰かってことか。はじめさん。お涼、なんでこんなところに。これはじめさんにって、長岡さんから。手紙。なんだと。はじめちゃん。バカだ。はじめさん。兄弟。